アルバート・デッカーはアメリカ合衆国の俳優、アルバート・バン・デッカーと表記されることもある。数多くの映画やテレビドラマに出演した名脇役として知られ、特にテレビでの活躍が評価され、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームに名前が刻まれている。政治にも関心が強く、カリフォルニア州議会会議員を務めたほか、赤狩りの真っ只中で、 ジョセフ・マッカーシー上院議員を公然と批判するなどした。また、いわゆる窒息プレーによる事故とみられる不審死を遂げたことでも知られる。1905年にニューヨーク・ブルックリンのオランダ系アメリカ人の家庭に生まれる。精神分析医科心理学者を目指して、ボーディン大学に進むが、学生劇に出演したことをきっかけに俳優を目指すようになる。大学卒業後、 1927年にシンシナティの舞台でプロの俳優としてデビューし、その数ヶ月後にはブロードウェイの舞台にも立つようになる。1937年にハリウッドデビュー。その後は映画を中心にたまに舞台にも出演するというスタイルで活動する。1944年にカリフォルニア州議会の会員議員に当選し、1946年まで 民主党議員として活動する。1950年代に入り、マッカーシズムが吹き荒れる中で、ジョセフ・マッカーシー上院議員を公然と批判し、ブラックリストに名前が載ったことから、俳優としての活動が制限され、特にブロードウェイでの活動が難しくなる。その後は活動の中心を舞台に移し、テレビにも出演する一方、様々な大学で講演活動などを行う。 1929年に女優エスター・グリーニと結婚し、後に二人の息子と一人の娘を設けるが、1964年に離婚している。息子の一人ジョンは、1957年に16歳で、両従自殺しているが事故として処理されている。1968年5月5日、二日間電話に全く出ないことを不審に思った恋人の、 ジェラルディン・サンダースにより、ハリウッドの自宅で死亡しているのが発見される。鐘やカメラなどがなくなっていたものの、外部から侵入された形跡はなかった。死体は全裸でバスタブ内でひざまずき、シャワーカーテンの釣り棒にかけられた縄で首が吊られている状態だった。さらに手錠、目隠し、猿つわをされた状態で、性的な言葉が口紅で体に殴りがきされていた。 検視官は、いわゆる、窒息プレイによる、事故死と断定した。ありがとうございます。